消費 TV サブチャンネル豪華プレゼント企画、サブチャンの方の登録者が1000人達成したらあるものをプレゼントしようかなと思います。はい、こちらのグローブが、はい、こちらです。あ、光ってる、やばい、ピカピカ。今チャンネル、あのサブチャンのチャンネル登録、サブチャンで、そちらのサブチャンが1000人を超えたら、こちらのグローブをプレゼントというふうにさせていただこうかなと思います。はい、で、こちらのグローブもね、まあ、コメントして、サブチャンの方にももちろん、コメントしてもらって、はい、その中でね、コメントしてくれた方からプレゼントさせていただこうかなと思っております。4月からまた新たに消費 TV パワーアップしていきますので、皆さん、引き続きメインもサブも、チャンネル登録、コメント、グッドボタン、よろしくお願いします。お願いします。はい、どうも、ヒロトです。よろしくお願いいたします。本日はラガーズオープン戦です。VS フライヤーズ後半戦となります。今回の表矢中から、この打球、振り抜いた打球は長打に、ナイスバッティング、これでツーベースとなります。これでチャンス拡大。続くバッターは岡崎さんです。チャンスで打てるのか、打った。これはセカンドゴロとなり、しっかりとさばいてアウトとなります。これで進塁打となり、チャンスでヒロト。これがワイルドピッチになって矢中がホームイン。ラガーズ勝ち越しに成功します。いや、これはでかいですね。ヒロトはここ、塁に出て続けるか。スリーボールワンストライクから、ショートに打った。走れヒロト。ミスを誘って出塁します。で、これ、ランナーに注目。走った。いや、盗塁アウトですよ。果敢にスタート切るも盗塁アウト。残念でした。はい、続く谷田さん。三塁線を破って、長打コースに。これがツーベースとなります。で、ナイスバッティングですね、谷田さん。この日2本目かな？ナイスバッティングです。続く良平さん。これを流してライト前に。ナイスバッチンです。そしてライトがエラーして、その間にランナーも生還、良平さんもセカンドへ到達、さらに追加点を加えます。ナイスバッティングです。続くはキャプテンの神田さん、たー、これがレフト前、ナイスバッティング、チャンス拡大、ランナー1、3塁になります。神田さんマジで調子がいいです。続く松井、ワイルドピッチとなって追加点を加えます。良平さんはヘトヘトになりながら帰ってきましょう。松井はチャンスで打つことができるのか、返せるかランナーを、ドカーンと左中間真っ二つ。いや、松井ね、広角に打てるんでマジでバッティングはいいです。これで二塁回った、これ帰ってくるかな、これで三塁回って言うとホームイン。いや、ナイスホームランです。続けるか松本くん、これが見逃し三振となります。ラガーズこの回も大量得点となります。前の回から引き続き良平さんがマウンドへ。このボールいいコースなんですけど、これはバッターが上手でしたね。いや、完璧に打たれました。これがセンター前となってランナー一塁。続くバッターはセンター矢中のところへ、これをがっちりと掴んでワンアウト。このバッターに対しては2-3でワイルドピッチ、フォアボールと2つのワイルドピッチでピンチとなってしまいます。続くバッターは二塁変化を打たすのをショート谷田さんが、打球が手につかずオールセーフとなってしまいます。このバッターに対しては追い込んでからこのストレートで、さあ見逃し三振で2アウトとなります。続くバッターに対しては2-3からセカンドキャプテンの神田さんを襲う、これが右中間を破るタイムリースリーベースヒット。嫌な流れがラガーズに来てしまいます。で、点数がじわじわと追い詰められてきます。まだ中盤なんで大量得点はしたくないところです。続くバッターに対してはデッドボールとなってしまいます。申し訳ございません。このバッターに対してはセンターに打ち上がって、センター矢中ががっちりとキャッチします。なんとかリードを守りましたが反省点があります。この回先頭はタッキーくん、これがショートフライとなってしまいます。続くバッターは斉藤さん、ちょこんと当てた打球なんですけども、執念のヘッドスライディングも及ばずアウトとなってしまいます。翔平さん3打席目です。ドカーン。
ドカーン、ドカーン。これが左中間を破る長打となります。これが翔平さんですよ。パワーで持っていく、いいバッターです。ナイスバッティングです。続くチャンスで斉藤弟、これが打ち上げてセンターフライとなってしまいます。いい当たりもチャンスを生かせずに、この回から翔平さんがマウンドへ。今季ラガーズでは初登板となります。いや、このバッテリーが見たかったですね。翔平さんと良平さんのバッテリー、これが綺麗にセンターへ打ち返されます。まずこの回は先頭を出してしまいます。続くバッターは、はい、これファースト岡崎さんがナイスキャッチで、ショート谷田さんがナイスカバーです。これでワンアウトとなります。続く左バッターです。この高いバンドがショート谷田さんの A、 これはセカンドはアウトでファーストはセーフ、併殺取れずもツーアウトとなります。続く左バッターです。センターに綺麗に打ち返されてしまいます。これで2アウト、ランナー1、2塁となります。続くバッターはフォアボールを与え満塁のピンチとなります。この続くバッターに対しては、これはセンター谷中の元へ、これがセンターフライとなってピンチを脱出します。いや、さすが翔平さんですね。これで失点許さないはさすがです。最終回です。この回は攻撃は打順よく4番の谷中くんからです。いや、長打あるので一発に期待。ドカーン、ドカーン、ドカーンと、これが左中間を抜けていく。これマジでいい打球ですね。これが外野を切り裂く長打に、谷中は4つ返ってくるのか。いや、返ってきますね。これが悠々とホームインとなります。ナイスホームランです。次が4番ですね。続く岡崎さんも続きたいところ、これはピッチャーゴロとなります。続くバッターは私ヒロトです。なんとしても出塁したいところ、これがサードのところへ、これは後進に阻まれてアウトとなります。続くバッターは谷田さんです。3本目打てるか。これがセカンドの後ろに落ちる、しぶとく落として、この日猛打賞となります。ナイスバッティングです。で、2アウトからランナー出て、バッターには良平さん、これが打ち上げてしまいショートフライとなります。この回さらに追加点を挙げます。最終回のマウンドには谷中が上がります。このバッターに対しては追い込んでからドカーンと打たれてしまいます。これが右中間に運ばれます。センター私ヒロトがこれのレーザービーム、これでセカンドアウトにします。いや、これ自画自賛です。続くバッターに対してはドカーンと右中間に運ばれて長打コースとなります。センターもライトも必死に追いかけます。これはスリーベースとなってしまいます。まあ、打たれるのは本当にしょうがないです。ナイスバッティングです。ピンチとなってしまいます。続くバッターはセンター前、うまく合わされてタイムリーヒットとなってしまいます。これで2点差となります。いやー、ナイスバッティングですね。続くバッターはノースリーとなってフォアボールを与えてしまいます。さらにピンチ拡大で、このバッターに対してはバッター打ってインフィールドフライとなります。岡崎さんしっかり取ってツーアウトとなります。このバッターです。はい、これがサード松井のところへ、これをしっかりと勝利をしてゲームセット、接戦を制しました。強豪フライヤーズさんとの乱打戦を制することができました。フライヤーズさん、ありがとうございました。この動画が良ければチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、
購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。